はい、依頼やってきました。いやー、三つ葉にも仲間ならないですね。三つ集めは利用したいなと思ったんですけど。あ、兄貴、遠征では見事にやられちまいましたね。うぅ。くく、福利には参ったぜ。このままじゃ気が収まらねえし、なんとか仕返ししたいところだが、でもあの福利が相手じゃ、正直お手上げだぜ。くく、指揮者、それでもなんとか仕返しできないですかね。へへ、来ねえ、早いぞ。福井の会員攻めて、鹿猫の奴らに仕返しできれば。お、それはいい考えだな。くふ。くけ、ピカ猫なら弱いしな。早速作戦を考えようぜ。くふふ。あ、お前たち、今日は仕事の前に、一つ頼みたいことがあるんだが。頼みたいこと？そう、ちょっとしたことだ。隠れ家のお店に行って、世界一の入荷予定を聞いてきてほしいんだ。世界一の入荷予定？それってつまり、隠れ家のお店で世界一を売り出す予定があるのかを聞けばいいってこと？そうだ。ギードの倉庫にはたくさんの世界一が保管されている。はずなのだが、ちょっと目を離すと親方様が食べてしまいすぐ足りなくなってしまうとな。世界一がなくなると親方様かといって世界一が底をつくたび一時銀行の森へ取りに行くの大変だし、それで閣僚のお店で売ってるようだったら買っちゃおうってわけ。その通りだ。わかった。じゃあ閣僚のお店まで行ってくれよ。頼んだらよろしくな。閣僚のお店に行って世界一を売り出すかどうか聞いてこなくちゃ。閣僚のお店まで行こうぞ。仲間になったのはスピアだけだったんだよな。いいのないな。この前ヨノワルさんとお話ししたんですが、ヨノワルさんってすごく物知りで、探検に役立つ情報をたくさん持ってて、本当尊敬しちゃいますわ。なんかあるかな。B じゃランク低いんだよな。さて今日はどのお尋ね者から締めてやろう。ここに来るまで久しぶりだぜ。ギードは遠征に行ってたんだってな。思い切ってランクの高いお尋ね者を狙ってみようと思ってるんだ。かなり手声が相手は1匹だ。俺たち3匹でかかりを倒せるぞ。そういえばチリーンに聞くの忘れてたんですけど、遠征楽しかったですねみたいなこと言ってました。スピアは待機させます。角山 A ばっかだな。電撃矢は欲しいから、トゲトゲ山はもらおうか。その種届けるのはいまいちだ。あ、やっぱいるな。ピカネコさんこんにちは。いつも逮捕にご協力ありがとうございます。今日はモンジャロを探して逮捕してほしいんですが、ご協力お願いできますか。あー、これ受けよう。あ、イヤリストいっぱいか。どうしようかな。300その他かな。でも金のリボンだけの方がいいか。13回だし。
つもご協力ありがとうございます。ちょうどトゲトゲ山の依頼だったんで、復活の体操とか。ない。でも経験値低いんだよな。じっとしてるのもたるい。あ、遠征どうだった？たるくなかった？あ、ここは買わないのか。しかし一回あらから当時やってみたんですけど、5階の敵めちゃめちゃ強いですね。あれ？あそこにいるのは。お、あなたたちは確かギルドの。うん、私たちはピカネコ。ギルドで働いてるの。よろしくね。ところで、ヨノマルさんはどうしてたの？買い物？いえいえ、単におしゃべりしてただけですよ。私が呼び止めたんです。ヨノマルさん有名ですから。そしたら、もうびっくり。ヨノマルさんって実にいろんなことをしてるんですよね。もう感激しましたよ。うん、みんなも噂してたけど、ヨノマルさんってやっぱり物知りなんだね。ところで、エコさんこそどうしたんですか？もしかして何か買いに来てくれたとか。ワクワク。ごめんね、今日は買い物じゃなくて聞きたいことが。実は。え、世界一ですか？申し訳ありませんね。うちの店で世界一はまだ入荷する予定がないんですよ。赤青だとかなり早い段階で世界一買えますけどね。ふう、そんな残念。ペラペラが消えたら若いすぎだな。うり、早く。お兄ちゃん待ってよ。あれ、まゆちゃん、ゆいちゃん。あ、かくりょんさん。えこさんたちも。どうしたの？そんな急いで。僕たちずっと落とし物を探してたんですが。落とし物？落とし物って前に探してた？そうです。水のフロートっていう道具です。水のフロート？それはまた貴重なものですね。はい。ですので、僕たちもずっと探してたんですが。そしたら、今日海岸で水のフロートが落ちているのを見たって誰かが。それで海岸へ急いでるんです。これはいいこと聞いたぜ。作戦に使えるかもな。早速兄貴に相談して先回りだ。そっか、見つかったのはよかったね。はい。うん。サルリー早く行こう。うん、お兄ちゃん。あの2匹の探し物がちょっと気にはなってたんだけど、でもなんか見つかったようだし、よかったね。水のフロートというのは私も知らないんですよ。どんな道具なんですか？水のフロートとはルリリーの専用道具なんですが、必要なお宝を繰り返しトレードすることやと手に入れることができるという、とても稀な道具だと言われているんですよ。いや、そうなんですか。商売している私ですら知らないんですから、相当珍しいものなんでしょうね。そんなものを私の店に入荷することなんか一生無理なんですよね、東方。入荷する？あ、思い出した。世界一のことをペラップに報告しなくちゃ。ギルドへ帰ろう。世界一の入荷予定はないって？がっかり。どうしよう。あの、私たちが取ってこようか？ニコの前まで行って。冗談じゃないよ。お前たち、前に一度リンゴの森へ行って失敗してるじゃないか。私は嫌だよ、もう。あんな目に遭うのは。いや、すまん。お前たちは遠征でも活躍したし、私を認めてないわけないんだ。ただ、世界一と親方様のことは、私の中で、仮トラウマになってるな。しょうがない。世界一は自分でなんとか見つけてねえか。お前たちはいつものように、掲示板化を尋ねの仕事をやっておくれ。しょうがない。同じか。あとは変わんないかな。とりあえずトゲトゲ巻いて電撃ギアをいただいて、そうだな、どうしようかね。ピカチュウかエネコがどっちにしようかな。まあ、リサイクルあるんだけど、覚えられるポケモンがいるかどうかだな。あなたたちはギルド。私は今トレジャータウンを見て、回ってみてるんですが、
いいところですね、ここは。気候が温暖だし、お店も充実してる。ここなら穏やかに生活できそうですよね。私もここにずっと住みたくなりますよ。ははは。は。ここは買わないな。白いグル売ってたから買うか。いらないですね。海を聞いてくれ、私たちは素晴らしい方に出会った。世の丸さんということだ。海を、やはり世界は広い。いろいろなポケモンがいる。今は知識も経験も世の丸さんにかなうのが、しかし、私たちもいつかは、あの領域に。うおー、はあはあ。では、イベントが進んだらまた、撮りますね。では、ご視聴ありがとうございました。